パチンと、歯切れのいい音を響かせる、京都でもおなじみの「がま口」釜口は金属製の口金がついた袋物の総称で口金のひねりは「がま口」のシンボルです平安神宮の東にがま口の専門店綾小路があります。 こちらではガマ口の小銭入れや財布バッグなど100種類以上の商品を販売お店を立ち上げたのが今回の主人公奥俊夫さん。服飾雑貨や袋物の製造販売を手掛ける会社の代表でもあります。 これがまた締める時がパチンといういい音がするんですよファスナーのものでしたら両手を使わないと開けられないんですよねだけど口口だとと片手でででパッと開くんですすこれが口の魅力じゃないですかね奥さんは東京でアパレル関係の仕事に就いていましたが自身のブランドを立ち上げたいと独立しました。 故郷の京都に戻り1985年に会社を設立し最初に和雑貨のセレクトショッププをオープン。そして2010年に立ち上げたのが釜口の専門店です。最初は財布で始めたんですけども財布からこういろんなものを作っていってリュックとかポーチとか、えー、そういうものをお客さんは本当に好んでいま くれますので、えー、これで専門店を作ればあいけるんじゃないかなというふうに思いました。奥さんは古くからある定番の形にこだわらず、新しいガマ口の商品を展開しています。一匹一頭だけそうなんです。見た目をシンプルに、軽くて丈夫な素材に撥水加工を施した機能的なリュック。 こちらのリュックは手提げバッグやショルダーバッグとしても使うことができますがま口のひねりをモチーフにしたカラフルなバッグもあります。 我々は、えー、現代のライフスタイルに合う窯口を提案するということで、えー、始めましたので、うん、あえて、えー、色柄は明るく可愛いものを揃えましたし、えー、用途として、えー、もっと違う。 例えばブックカバーでも文庫本を作ったら新書が入るやつが欲しいとか携帯のケースであったり iPad を入れとかいやこんなものなかったよねっていうのがえ我々会社から出てきてお客さんが喜んでる姿を見るのがま,あまた楽しみであるという感じですね、うん。使っててますもうリュッックかかからららバ財布からもう全て がま、えー、口で揃えております便利ですよ和の雰囲気を持つがま口ですが実は明治時代にヨーロッパから伝わった舶来品明治政府の御用商人山代や和介が当時フランスで大流行していたがま口のカバンを持ち帰りそれを模倣して売り出したのが日本における ガマ口の始ままりと言われています名前の由来はガマガエルのように大きく開く口ガマは金を呼ぶと言われ縁起が良いものとして使われてきました、まあ、京都はもともとあの袋物のあ産地でもあるんですね。えー、西陣織とか 友禅のそういうものを扱った袋物の業者も多いですしお土産需要で観光物産品でガマグを作られたということもありました。 それがだん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 加工賃とかそういうものがこう安くなっていってやる人が減ってきたでその後にですね我々がこれを扱うことによって一つの商品群として確立していったというような過程がありますね。りの大きさ 形によってさまざまな音色を響かせますオーソドックスなガマ口の作り方を見せていただきましょう奥さんは自社に工房を構えガマ口を製造まず 各商品のパーツに必要な型を使い生地を裁断していきます次に縫製ミシンを使い職人が全ての商品を丁寧に一つ一つ縫い合わせています。 そして一番重要な工程が釜口の命とも言える口金を入れる作業口金の溝に生地を入れ固定します結局口金が抜けないもうそれがもう第一条件ですね大きなも小さいのでもねこれみんな紙も入っているんですよ入れて結局抜けないようになるよね それも基本になりますね昔から何十年前からちょっとも変わってしまったんですこの紙ひも入れるいうのはね最後に口金の締ままり具合をチェックしますこうしてできるガマ口の製品レトロでおしゃれなアイテムとして改めて注目されるようになりました。 新しい釜口を追求する奥さんが、2020年2月に発表したのが京都岡崎でガマグの専門店を経営する奥俊夫さん。2020年2月新たなガマグを発表しました。 京都農商族文化ものづくりプロジェクト安土桃山時代を中心に西陣でおられた能装束のデザインを活用したライイフスタイル商品の発表会です。ワンピースや傘クッション風呂敷などさまざま中にはアロハシャツもあります 奥さんがプロデュースしたのはガマグチのバッグやポーチなどの袋物。春の舞台に使われた能装束の模様を使用したガマグチ桜の花のデザインを生かし大々と黒の2色を展開しました ガマ口の口金を持ち手にした斬新なバッグもあります。まあ最初にですね、あこの衣装はあすごく可愛いなと。 きれいな色柄であるなというふうに思いましたしそして我々売る立場からすると背景にストーリーがあるものというのは扱いやすいというかその辺の背景を伝えながら製品化していけば面白いものが出来上がるんじゃないかなというふうに思いました。こちらはブローチがついた口金を使ったガマ口のバッグ。 さまざまな形の口金を使うことで財布やコスメポーチメガネケースなど一つの模様で多様な商品ができましたまだまだあの世界を目を向ければですね、えー、もっとガマグを使ってもらえる地域が たくさんあるなというふうに思っておりますしがまぐを中心としたブランドであるというところの世界一を目指していきたいなというふうに思っております古典的な能商族のデザインを使いがまぐの新たな可能性を広げた奥さんがまぐが奏でる高らかな音は奥さんのものづくりへのモチベーションを 上げ続けているのです。